右の肩甲骨と左の肩甲骨ってよ、こうシンメトリーになってればいいんだけども、ちょっとねどっちかがこうかぶさってどっちかがすくい込んでる状態になってんですよ。で例えば私が右の肩がかぶさってちょっとこういう風にねじれてるとしますね。右がかぶさってて後ろにこう、こっち左こうなって、そうするとねこっち全然いかないのほら、わかる？で後ろにやろうとするとき上に上がって逃げるんですよ。でなんかこっち行かねえなっていうときはかぶさりがこうなってるところが行かない方だからね。だからなんかね右はめっちゃ行くんですよ、左はそっぽり行かないのっていう人は左がこうなってるってことなんですよ。人間って必ずどっちかこうなってんので、それがひどくなってくると即ワーンってなってくるんです。ねじれてますけどみたいな感じなのね。だからやっぱり自分が行かない方を、あそうか私こっちがかぶさってるんだなということで行かない方をぐーっとこう練習するんです。で結構ねみんなね右利きなんで右利き手の方が後ろにすごい行くことが多いですね。左がなんかあんまりいかんみたいなね、左ってなんかあれ何してんのこの人みたいな感じ、これは人によって違いますから自分で見てもらって、あんた左の方が行ってないわよって言ったら、そっか左をじゃあこうやって添え気にして練習するといいなっていう、こう肩甲骨というところにね、そうそう目を向けてあげてよ。背中側にあるから全然構ってもらってないのね。背中洗う時も手届かないからさ、タオルでこんなことしかしないじゃないですかね。ちゃんと背中を触ってあげてください、こう肩甲骨をこうやってね、触ってっちゃって手届かないんだけどみたいなだタオルでこうね、だからこうやってこうやってなるとかってなるとか、こうやって手つけるとかさ、そういうのとかも肩甲骨が硬くなってくるとならないんだよ。これもね私全然ならなかったんですよ。もうびっくりするからならなかったの。ならんけどみたいな。でねこうほら全然右がこれは全然できなかったんですよ。できなかったんだよだからやべえならねえけどっていう人もなるようになるっていうことなんです。すごいですねで私はどっちかっていうとこっちがやっぱりなんだ五十肩になったことが30代の時にやっちゃってるから、こっちが硬くなってしまって、こういうかぶせがすごく強かったな。だからみんなこれは自分で、あ私こっちだなとか言いながらやってねっていうことです。